はい、軽貨物運送業を展開しております、合同会社もてなし便の新連社です。本日はですね、弊社の、実技研修、新規ドライバーさんの実技研修に来ておりますということで、実技研修の反省点をですね、木村さんにシェアしていただこうと思います。木村さん、よろしくお願いいたします。お願いします。今日の反省点は、先ほど言った改善点と、あと運転に対することで、こういうハザードであったりウインカーを出すタイミングが自分が思っていたというか、今までやっていたタイミングよりももっと早く、周りにお知らせするように、これから心がけようと思いました。はい、ありがとうございます。素敵な反省点です。はい、必ず実施してください。はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。